皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は一口体験談シリーズ、呪いの人形を盗んだ泥ママの一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。少しオカルト入ったくだらない話なんだけど、どうか。私の実家で呪いの90人形と言われるものを、私の結婚後、旦那との新居に持ってきていた。呪いって言っても冗談半分で言ってるだけ。私の結婚に合わせて実家の掃除をしていた時に発見した。元は両親がまだ付き合ってる頃に、90に似てると言われる母に、父が理想の服をお手製で作ったものを着せてプレゼントしただけ。それが5体あって、ドレスは私が小学校の時にピアノの発表会で着たのに似ていて、着物は父は母の振り袖姿を見てるにもかかわらず、似てないものを作り、私が着た振り袖に似ていた。そんなんで5体とも私の服に似ていて、しかも服を選んだ私はその存在を知らなかったから、呪いなんて笑ってたけど、私が父の好みを受け継いだだけの話。ただそれが面白かったのか、母から90を譲られて、しょうがないから新居の食器棚の空いてるスペースに飾ってた。それがある日なくなってることに気づいた。いろいろ記憶をたどって、怪しいのは、旦那の同僚二人を家族含めて招待した時しかないと思った。一応両親にこのことを話したら、まさかあの90を盗むなんてわらわらと笑い、どうせいらないからほっとけ、人を呼ぶ時は気をつけろ、と言われて終わった。旦那とも、今回のことは同僚に問いたださないけどもう呼ばない。で話はまとまった。それからしばらくして旦那が無傷の903体と、壊れた1体と思って帰宅した。要は、犯人はやはり旦那の同僚のうちの一人の奥さんだった。私の手伝いで食器棚を見た時に、可愛いと思って盗んだ。持って帰って同僚には、私からもらったと言ってトイレに飾ってた。しばらくして一体の足が割れて倒れていたので捨てた。何日か後に幼稚園の息子さんが足を捻挫した。次は一体の頭にひびを見つけた日に、同僚が仕事中に頭を怪我して数針縫った。ここで少し気持ち悪いねと話してたら、トイレに行った時に一体がトイレの中に水没していた。同僚がこれが現実になったら笑えない。私におかしいと言おうと奥さんに提案したところ、奥さんは盗みを告白。次の日に同僚が旦那にお金と共に謝罪してきて、旦那が90だけ持って帰ってきた。90はもう30年近くあるものなので、劣化で割れてもおかしくないと思うけど、さすがに私も気持ち悪いので実家に返した。両親は服だけ脱がせて、90はお寺に持って行った。ただの偶然だろうけど、前から呪いわらと、笑ってただけに怖かった。こんな経験をした同僚の奥さんが盗みを一生やめればいいなと思う。お父さん要塞できるのかすごいな、わら。手先は器用だけど、知識がないのでレースがダメになってしまったりして、ボロボロ具合が呪いに拍車をかけていました。昔もらった時は綺麗だったらしいけど、要塞ができるってほどではないです。つくも神ってあるんだなぁ。まさかトイレ水没キューピーは戻ってきては。水没90も戻ってきました。
まだ濡れた状態で来たからげんなりしたけど、手袋してちゃんと綺麗に洗ってあげてからの供養でした。頭にひびが入った子も、横から見れば割れてるけど正面からは普通だったので、よく気がついたなって感じでした。父は、まだ妊娠もしてないのに、私に子供が生まれたら新たな呪い90を作ると意気込んでいます。では、これでおしまいです。濡れたまんまで返しに来るとか、その同僚も大概だな。常識のない似合いの夫婦だわ。うわ、嫌すぎる。キューピーちゃんオツでした。